マーガレットコミックスシリーズ花より団子第2巻、原作神尾陽子、脚色渡辺真美。世間の評判じゃ上流家庭の子女が通う廃疎な名門校けど、現実は見かけモデル性格最低最悪の F4 ってなグループが全ての実権を握ってる恐怖の独裁校、山の手英徳学園。うわ、そんな学校に入っちゃったのが私牧野つくしの一生の不覚。入学してからこっちお金持ちのクラスメートにつまはじきの日々、わけのわからんいじめにも耐えてきました。ううん、私があんな陰険ないじめに耐えられたのは F4 の一人花沢類の存在があったからかも。花沢類、不思議な人。彼の周りだけ空気が違って見える。きっと彼のビー玉みたいに綺麗な目には周囲の雑音なんか入っていない。そう、初恋の人だという静香さんがフランスから帰ってきてからは、ただあの澄んだ目は静香さんだけしか見ていない。ルイと静香さん、お似合いの二人。雑草の私がカトレアみたいな静香さんにはどう逆立ちしたって叶いっこないのは分かってる。でも私やっぱり忘れられない。彼がふと見せてくれたあの優しさを。私、花より団子。今日から新学期、また悪夢の日々が始まる。何度この日が来ないことを祈ったか、いつまでも夏休みが続くことを祈ったか。はあ、冬休みが待ち遠しい。夏休み何してた？パリにいるおじのところよ。もうビットン、シャンネル買いまくり。私はスペイン、ロエペでお買い物。あー、まだ時差ボケが治らない。牧野さんはどこかいらして？私は熱海にちょっと。熱海、まあなんてレトロ。素敵なご趣味ね。私たちにはとても思いつかないわ、そんな貧相な場所。ええ、私親のすねかじりまくった旅行なんてする気ないから。そうよね、目的が不純だもの。ご両親にお土産話もできないものね。 F4 を追っかけた旅行なんて。何それ。牧野さん、私たちと道明寺さんのクルーザーでのクルージングにずうずうしく押しかけてきたのよ。やだ最低。静香先輩に取り入ってパーティーにまで出るし、やっぱり育ちが悪いとやることまで卑しい感じよね。ああ、もうやだやだやだ。
何するんだよ。和也くん、朝の挨拶しただけなのに殴ることないじゃないかよ。いきなり肩触るんじゃねえ、この土地なりき息子。慣れ慣れしいんだよ。何すんのよ、諸悪の根源道明寺つかさ。つくしちゃん、ボンビーマキノン、相変わらず進歩も成長もないことやってんじゃないわよ。へ、そいつが俺様におはようなんて声かけるから、ありがたくも世間の常識ってやつ教えてやっただけだぜ。熱海で一緒にイカ食べた仲じゃないか。何が世間の常識よ、あんたのは狭い井戸の中で培われた独断と偏見ってやつでしょ。独ダミと変装、新しい遊びかそれ。あ、ああ、何、あんたのそれ、私のなくなった上履き。なんであんたが履いてるのよ、しかも土足で。ああ、これ俺様の靴が汚い廊下で汚れるからな、ちょうどいいカバーかと思って履いてやったが、やっぱきついわ。新学期早々何考えてんのよ、ドアホ。つくしちゃん、どこ行くの。いいところよ、和也くんはついてこないで。すごいね。あ、鼻触るい。おはよう。今の聞いてました。王様の耳はロバの耳。やっぱり、どうしてこんなところ見られちゃうのよ。しかもあの熱海でのこと忘れていないだろう。彼に何話せばいいの。あの時私が邪魔しなければ、鼻触るい、きっと静香さんに告白してたのに。でも彼の顔を見た途端、こんなに胸の奥が痛くなる。私、何してんの、座れば。は、はい。久しぶりだな、非常階段の雄たけび。え、それってもしかして。うん、よく聞いてたよ。この非常階段はあんただけの指定席じゃないんだぜ。俺がここでぼんやりしてると決まってそのドアが開いて、ものすごい怒鳴り声が聞こえてきたよな。おかげで今年はのんびり花見もできなかった。やだ、私そんな怒鳴ってなんか。そうそう、その声、花沢るい。俺好きなんだ、ここ。めったに人来ないし、静かで煩わしい学園内の喧騒も聞こえてこないからな。私も学校の中で一番好きだったけど、今もっと好きになった。どうして。私、花沢るいに嫌われてると思ってたから。もう会っても声もかけてくれないと思ってたから。こんな風に話せて本当嬉しい。大げさ。大げさだなんて、私本当に。まあいいさ。じゃあ今度ぜひご一緒させてください。オッケーオッケー。よー、つかさ。西門さんに美作さ。なんだお前ら、今頃投稿か。来ただけマシだろ、褒めてくれよ。お前だってカフェテリアでのんびり女の子とお茶してるくせに。あー腹減った。俺なんか取ってくるかな。あ、俺も。なんだよ、もう昼飯か。まだそんな時間じゃねえだろう。朝食だよ。え、なんでうちで食ってこなかったの。あのな、つかさ、俺たちはお前と違っていろいろ忙しい体なの。何せ今朝はホテルから直行。無理無理、アキラ、つかさに俺たちの事情なんか分かりっこないって。言ってろ。そういや聞いたぞ、お前またやったんだって、薪のいじめ。あの女俺に惚れてるらしいから、気を引いてボロボロにしてやんだよ。冗談じゃねえよな、俺はあんな女眼中にねえけどな。お前それ本気で信じてるわけ。決まってんじゃねえか。だとしたらすげえ愛情表現だよな。なんか違うんじゃねえか。牧野さんって花沢さんのこと好きなんですよ。すごいんです、お熱上げちゃって。何、ええー、
この間の熱海の夜も彼女ずうずうしく花沢さんに迫って私たちちょうどその場に居合わせてでついこのテープ録音しちゃったんです。ほら聞いてくださいよ。聞いたことなかった。あの曲聞いてから花沢さんはきっとものすごく気持ちの優しい人なんだろうって思って、だからどんなにきついことを言われても気にならなかった。こんなに優しい花沢さんが世界で一番大切な人ならきっと素敵な人だろうって。その通りだったね、静香さん。牧野さん、だから夢なんか見ていないけどお願い嫌わないで。女ってめんどくせえな。なんで勝手に先回りして考えんだよ。嫌ってたら重いのに抱きかかえたりしねえよ。ルイ、あ、私のカセットがめちゃめちゃ。私たち牧野さんに忠告してあげたんです。花沢さんには静香先輩がいるのよって。そしたら彼女真っ青になって泣いちゃったんですよ。花沢さんがダメなら道明寺さんなんて、そんなの許せないじゃないですかねえ道明寺さん。俺に触るんじゃねえ。道明寺さんが殴った。俺はこんなにコケにされたのは生まれて初めてだ。あんな女のことをそんなに気にするなんて道明寺さん、もしかして。叫んじゃねえ。俺を怒らせたいのかよ。どけよ道明寺さん。どけ、俺の前に立つな。静か、思った通りやっぱりここにいたわね。お気に入りの非常階段ちっとも変わってないわね、ルイ。おかげで探す手間が省けたわ。あら、牧野さんもご一緒だったの。こんにちは。こんにちは。ちょうどよかったわ。牧野さん、来週私のバースデーパーティーがあるの。自宅でやる気さくなパーティーだからぜひいらして。え、私が？そんな。え、ぜひ来てちょうだい。もちろんルイは来てくれるわよね。いいけど、別に。ありがとう。ね、牧野さんもいらしてくださいな。でもそんなところに行ったら私絶対浮いちゃいます。第一、何着て行ったらいいのかもわからないし。普段着で全然構わないけど、もし気になるようだったら私がソワレを用意しておきますから大丈夫よ。それにね、ルイはあの手の場所昔から苦手なの。相手をしてあげてちょうだい。はい。よかった、楽しみにしてるわね。私授業があるからもう行かないと。静香さんどうぞごゆっくり。ありがとう。静香さん、私の心配事も花沢さんへの気持ちも何もかも分かってて気遣ってくれる。すごい人。かなわないそんなこと考えること自体間違ってる。慌てて。道明寺が、道明寺が暴れて手がつけられないほど暴れてるんだ。すいません、許して。お前の肩が俺の背中に触れたんだ。大したことじゃないっつうのかよ。司、いい加減にしろ。そいつ死んじまうぞ。うるせえ、こんなやつ一人死んでも
世の中変わんねえよ。切れたな。もう手つけらんねえよ。こら道明寺、何やってんのよ。牧野よせ、危ないぞ。こっち来い。西門さん、美雅坂さん、どうして止めないんですか。司のあの目よく見てみろ。ああいう目するとき司はやべえよ。人一人殺しかねないぜ。冗談。3年前立ち向かってきた同級生の男を殴って内臓破裂させたこともあったんだよ。あいつあの時と同じ目をしてるぜ司。うわあ、道明寺、どうして、何があったの。つくしちゃん危ないよ、その窓割れてるよ。この廊下の窓ガラス全滅だね。あいつどうしちゃったんだろう。わかんない、あそこまでひどい道明寺初めて見た。あそこまで無差別に暴れるなんて、よっぽどのことがあったのかしら。まあ授業中断になっちゃったし今日遊んで帰ろっか。うん、あ、いけない。どうしたの。私非常階段にノートと教科書忘れてきちゃった。ごめん取ってくる。和也くん先帰ってて。残念だな。また明日ね、つくしちゃん。ああ、私のバカ、あれ忘れたら宿題できないじゃん。にしても薄暗い学校ってブッキー、今にもなんか出そう。あった、ノートと教科書。え、よう。道明寺、びっくりした。何してんのこんなとこで。やだ、何よあんた、なんて目してんのよ。正気じゃないわよ。よくもこの俺をコケにしてくれたな。お前をめちゃくちゃにしてやる。何言ってんのよ、怒るわよ、人呼ぶわよ、大きな声出すから。呼んでみな、誰も助けちゃくれないぜ。私が何したって言うのよ。何もしてないじゃない。どうして言うな。分かってんの。近寄らないで。お前が悪いんだぜ。やだ、こっち来ないで。目でかいなお前。こんな髪してたのか。まっすぐでサラサラして肌もすごく白くて柔らかい。唇はやめて、どうみほじ、そんなに震えんなよ。たかがキスじゃねえか。やだ。牧野。やだ。泣くな。もうしないから。泣くな。笑ってたのに何考えてんのかさっぱりわかんない。怖かった、あんなに力が強いなんて。ジタバタしたのにびくともしなかった。
いつもの道明寺じゃない。あんなに男を怖いなんて思ったことない。でも腕の力と裏腹に傷はすごく優しい傷だった。道明寺つかさ、どうしたんだ変な顔して。何の用だ。ルイ、お前牧野のことをどう思ってんだ。それが要件か。はっきり答えろ。別に。牧野は本気だぞ。本気でお前に惚れてんだぞ。そんな態度でいいと思ってんのかよ。興味ない。ルイ、お前なんでそんなに牧野のこと気にするんだ。なんかあったのか。俺はだな、牧野がかわいそうに思えて仕方ないんだよ。変なやつ。うい。こんばんは、つくしちゃん、迎えに来たよ。ちょっと待ってね。いらっしゃい、和也くん。何そのちびっこ演歌歌手みたいな格好。だって静香さんのバースデーパーティーに行くんでしょ。張り切っておめかししちゃった。ああ、忘れてた。どうしよう、私着ていく服ない。そんなこともあろうかと思って。じゃーん。なに、そのジョリアナお立ち台ギャルみたいなドレス。うん、つくしちゃんの服だよ。僕からのプレゼント。そんな悪いわ。それにこの服ちょっと私の趣味じゃないんだけど。いいからいいから、僕んち土地なりきんだもん、心配しないで。それに彼女とパーティーに行くなら絶対これがおすすめだってお店の人が。あ、彼女。ああ、なんでもない。さあ早く着替えていこう、遅刻しちゃうよ。うん。着いたよ、つくしちゃん。うわぁ、広い庭。うわぁ、すっげぇ、うち。おっきい。どこがうちわのパーティーだって。すっごい、テレビで見る人がいっぱい来てる。あ、新聞記者の人まで。一般ピープルの私たちにはとても想像できない世界のからくりだわ。あ、私たちきっとものすごく浮いてる。あそこに F4 がいるよ。げ、そうよ、忘れてた。静香さんのバースデーパーティーなら道明寺来てるの当たり前なのに。どうしよう、あの後でどんな顔して会えばいいのよ。つくしちゃん、どうしたの、そんなコソコソして。いいの、和也くん。私はちょっと道明寺に会いたくないのよ。ほっといて。牧野じゃん。さすがに西門さん、目ざとい。なんだよ、お前も招待されてたのかよ。こんばんは。しかしすげえ格好だな。まるでジョリアナお立ち台ギャル。西門さん。わりわり、似合ってるよ。うん、かわいいぜ。どうも。ところで静香さんはどこにいるんですか。静香、その辺にいたよな、司。知らねえ。おい司、どこ行くんだよ。どこだっていいだろう。何あの態度。少しは首相な態度取るかと思えば、なんであいつの方が怒ってんのよ。ちたすまなそうな顔するのが普通だろうが。おい、つくしちゃん、何ブツブツ言ってるの。別に。何、和也くん。ほらこっちこっち、ごちそうがたくさんあるよ。まあ、なんて大きな椎茸だこと。つくしちゃん、それって松茸って言うんじゃ。これなんだろう、レバーかしら。やだ、僕レバー嫌い。フォアグラだよ。花沢類、
はい、食べてごらん。ありがとう。別に。おいしい。そっか、これがホラグラか。うん、おいしい。よかったね。今日は優しいのね、花沢類。静香さんのお誕生日だから。別に。私あんまり優しくされると息がうまくできなくなりそう。このぐらいのこと誰だってするよ。他にも何か取ってあげようか。うんうん、いい、自分で取る。あ、これがいいな、この赤いジュース。おいしい。うん、もう一杯。ちょっとつくしちゃん、それお酒だよ。あ、ああ、そんな何杯も飲んじゃ、ああ、つくしちゃん。目が回る。大丈夫？いいの、私は汚れた女なの。ほっといてちょうだい。威勢がいいね、お嬢さん。あ、何すんのよ、あんた。何って、ちょっと尻叩いただけだろ。親愛の嬢だよ。なーにつくしちゃん。大丈夫だよ。気取るんじゃないよ。そんなジョリアナ立ちんぼギャルみたいな格好して、ほら、もう一回触ってやるから、ケツ出せ、ケツ。つくしちゃん、貧弱な体しやがって。ふざけんなよ。痴漢野郎、お前に生きる資格はない。マキノ、もうやめとけ、死ぬぞそいつ。みまさかさん。マキノ、お前って信じらんないやつ。西門さん、みんなも。やだ、私。たく、司といい、マキノといい、お前らなんでそんなに凶暴なのよ。一緒にしないで。はあ、そんなとこまで気合わせるなよ。お前のせいだろ。ああ、もう分かったから、いい加減にしろよ。今度はお前らが喧嘩する気かよ。私は別に。静かだ。皆様、今夜は私のバースデーパーティーにようこそ。お楽しみくださっていらっしゃるでしょうか。静か、おめでとう。今日は私のためにこんなにたくさんの方々にお集まりいただいて感謝しております。私も二十歳になりまして、いろいろと決心したことがございます。その一つを皆様にここでお知らせしたいと思います。私、東堂静香は来月またパリへ帰ります。帰国する予定はございません。私は貧しい人々を支える弁護士になりたいの。このきらびやかな衣装も長い髪も、もう私には必要ないわ。静か。髪切っちまったぜ、静か。もったいねえ。東堂の名は捨てます。